場運動の瞬間にようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのカラムーチョスープを飲みたいと思います。いや食べたいと思いますね。カラムーチョコラボもいろいろありますね。またスープが、またお菓子が入ってるわけじゃないですか。まあスープにお菓子入れないですよね。絶対しなしなになって美味しくなくなりますから。はい、それではチャンネル登録よろしくお願いします。いやー、なんかもうすでに辛そうな香りがしてきますね。はい、まずはもやしがいっぱいすくいましたので、こちらからいただきます。液体で広がりやすいと思うのが、今までのカラムーチョコラボの中で一番辛さが効いてますね。あー、でなので辛さが弱い人とは特に避けた方がいいです。これまでの2つは、いや3つは辛いのでも苦手でもいけるかなと思えるんですけど、これは本当にまずいですね。ただ中の具材もしっかり食感や旨味があって美味しかったですね。特にウインナーが相性良かったです。辛いのフロスープとウインナーの相性本当にいいですね。まあウインナーの中にも辛いものはありますし、いやさらとそういって、あんまりダメだ、舌は回ってない。というわけでこちらの点数とさせていただきます。舌がお楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。